デラムジカ・アンタカイ・イデラ・モデルナ、1581、ヴィンチェンツオ・ガリレーは、イタリアのリュート奏者、作曲家、音楽理論家であり、有名な天文学者、物理学者、ガリレオ・ガリレーお及び、リュート奏者で作曲家のミケランジェロ・ガリレーの父である。1520年頃に、フィレンツェ近郊のサンタ・マリーア・モンテに生まれ、フィレンツェで没した。ルネサンス音楽の重要人物であり、 バロック期を開く音楽的革新にも深く関わっている。ヴィンチェンツォ・ガリレーは1520年頃にトスカーナのサンタ・マリーやモンテに生まれ幼少期よりリュートを学んだ。1562年までにピサに移り貴族の娘と結婚。1564年、長男のガリレオ・ガリレーが生まれ誕生することになるわけだが、1575年、ミケランジェロ・ガリレーが生まれた。 ヴィンチェンツォは、技量の高いリュート奏者で、その前半生においては有力で、人脈豊かな講演者たちの注目を集めた。1563年、ベネツィアで16世紀における最も重要な音楽、理論学者、ジョゼフ・フォー・ザルリーノと出会い、このザルリーノの下で学び始める。しばらく後、ヴィンチェンツォはカメラータに参加し、また古代ギリシア音楽に関する当時随一の、 学者であったジローラもメイとも交流して古代ギリシアの音楽や劇を再現することに興味を持つようになり1570年代にはヴィンチェンツォの音楽理論と作曲に対する関心もそのような方向へと向かうようになったその後サルリーノとヴィンチェンツォは音律をめぐる激しい論争を引き起こした無伴奏で歌を歌う場合に純正率を擁護するサルリーノに対し ヴィンチェンツォは平均率の優位性を主張した。この論争の中で古代と今日の音楽に関する対話などの著作が表されピタゴラス音階への論爆や多性音楽の否定など、後の音楽の科学や展開に貢献する多くの説が生まれた。ヴィンチェンツォの最も重要な理論面での貢献としては不協和音の扱いがある。ヴィンチェンツォは 非常に近代的な観念の持ち主で、火星がスムーズに流れるのであれば、経過的な不協和音を用いたり、かかり止め音などの白点に現れる不協和音を用いたりすることを許し、後者を基本不協和音と呼んだ。これは、特にヴィンチェンツォーがかけ止め音の解決のためのルールを、予定的な解決音からの予備された逸脱及びその解決音への回帰と定めた点で、 バロック時代の火星観光と重なるものである。加えて、ヴィンチェンツォは音程研究においていくつかの重要な発見をしている。特に重要なのは振動弦気中に関する物理学である。音程の振動数の比率は弦の長さに反比例するが、ヴィンチェンツォは振動数の比が弦の張力の平方根に比例することを発見した。例えば高音との振動数比に、 3の完全ごとに調律した弦は、根音との調力比が4、9になっていなければならない。ビンチェンツによる音高と弦の調力の研究は、非線形数学を用いた自然現象の記述としてはおそらく歴史上知られている最初のものであり、この研究はピタゴラス以来の音律研究を拡張し、その枠を超えたものである。息子、ガリレオの活動を抽象的な純粋数学から、 実験及び数式を用いた実験結果の定量的記述という物理学史、自然科学史上で最も重要な方向性へと向けたのはヴィンチェンツォの影響と見る学者が多い。ヴィンチェンツォはモノギの創始者の一人であり、オペラにおいてレチタティーボが使われることになったのは一般にヴィンチェンツォの功績だと評価されている。ヴィンチェンツォは マドリガーレ2巻やリュートのための楽曲、そして相当数の声楽とリュートのための楽曲を作曲した。後者は多くの点でバロック初期の様式を先取りしたもので、ヴィンチェンツォの最も重要な作品であると考えられている。なお、オットリーのレスピーギリュートのための古風な舞曲とアリア第一組曲の第二曲、ガリアルダはヴィンチェンツォの作品を元にしている。 ありがとうございます。